ヤンキースは19日、日本時間20日に行われたガーディアンズ戦で延長10回に5マイナス2で勝利。ア・リーグ優勝決定シリーズを4勝1敗で制して2009年以来、15年ぶりとなるワールドシリーズ、WS、進出を決めた。最後は豪快な一打でライバルを沈めた。両チームとも7回以降は無得点が続いて突入した延長戦。 日誌一二塁のチャンスを作ると、外が振り抜いた打球は、宇宙間フェンスを超える値千金のスリーランとなり、敵地のプログレッシブフィールドで引導を渡した。ただ、ベンチ内は初回から不穏な空気に包まれていた。先頭打者のトーレスが中前打で出塁し、外も二塁打で続いた。トーレスは走塁死となり、一死二塁でこの日の第一打席を迎えたアーロン・ジャッジ外野手、32。 がアクシデントに見舞われた。ツーストライクからビビーが投じた95、6マイル、約153、9キロ、のシンカーが肋骨付近を直撃。しかもバットを出しかけていたため、ほぼ正面から剛速球を受け止める格好となった。しかし、ジャッジはやや顔をしかめながらも一塁に歩き、ブーン監督やトレーナーを制してプレーを続行した。米メディア、ファンサイドによると、 その時、アレックス・バードゥーゴがダッグアウトの中で、俺をやれ、と言ったことが目撃されている。チームメイトもその音を聞いて、一瞬心配になったのだろう、と伝えた。地球が濃いかどうかは別としてチームの顔でもある主力にぶつけられれば、乱闘に発展するケースもある。しかも短期決戦のポストシーズンとなればなおさらだ。ジャッジがプレー続行不可能となるような状況になれば、 乱闘に発展してもおかしくない状況だったようだ。どうメディ